せーの、1,2,3,4,5,6、ななかです。皆さんこんにちは、くちかななかです。とおはるせー、こんにちは、はるすももです。イエーイ、イエーイ。ということで、今日はユニバーサルスタジオジャパンにやってきました。見て、キティちゃんにしたの。辛い水色のキティちゃん、すごいね、テレサと悩んで。そう、めっちゃ本当に悩んだ。そう、本当にあの2人で4回ぐらい付け直したんだけど、キティちゃんにしました。可愛いからね。ということで、今日は事前にインスタグラムの方で質問を募集した恋愛相談をしていきたいと思います。名付けて、モモナナに。考えてなかった。ということで、名付けて、助けて、モモナナ先生。ということで、名付けて、せーの、助けて、モモナナ先生の恋愛質問コーナーをやっていきたいと思います。みんないっぱい恋の悩みしすぎ、見せたらもうびっくりしちゃうんじゃないのってぐらいの内容がたくさん ありまして、私も一人で見れなかったので一緒に見たんですけど、びっくりしちゃったかな。抱えすぎよ。すごいよ本当にって感じなんですけど、まあ、今日はなんとね、美味しそうピザを買ったので、これを食べながらお昼休憩、まあ、お昼3時半とかなんですけど、そのゆったりと答えていきたいと思います。さあ、レッツオン。ななかチャンネル。じゃあ1つ目、告白するなら何回目のデートがいい？でも私本当に全然知らない段階で付き合えないの、うん、付き合いながら知っていくみたいなことをあんまりしたくなくて、うん、めっちゃわかる。わかる、うん、だから結構なんかさ、3回目みたいなが普通に無難でいいみたいな、うん、あると思うんだけど、3回目でそんな、もともと仲良くて学校とか一緒で3回目のデートだったら分かるんだけど、初めましてで3回目は早くないってなっちゃう。初めましてか、うん、初めましてから3回目は早い。早いよね。でも結構まあ無難で言ったら3回目じゃない。でもさ、デートじゃん、うん、絶対にないって思う相手だったら1回で終わると思う。あー、確かに。2回目はもうなんか3回目ってことはやっぱりいいなとは少なくあると思ってるから、まあ4回それでもいいなって思ったら4回目だったら、まあ、初めましただったらだけど、まあそもそも友達で1回目のときだったら、うん、もう2回目ぐらいでデートほんと？もう絶対にデートってなったらもう気になってるとか好きって思う人たち、なんかちょっと1回目とか 2回目の午前中までにもやみたいなことがちょっとあってでも好きみたいな。あでもまだ2回じゃ分かんなくないみたいな。2人の時とみんなでいる時とはちょっと違うなとか。確かに絶対あるじゃん。3回目なのかな。やっぱり3回目。え、全然私さ、右手以上なんだけど。え、逆にさ、いや、分かんないけど5回目とか、まあ6回目ぐらいでようやく信用できる。待って、それだって周りからしたらさ、6回も出てくるのに付き合ってないなってなるよ。遅いよ、それは。初めましてのレベルによるかも。デートの質が大事、うん、学校とか一緒だったら、そう、質が大事。なんか夜だけとか、うん、なんかほんのちょっと帰り道ではちょっと遊ぶと思うよとか、うん、それもデートに含まれるんだったら、うん、ダメだね。少ないよね。一日丸々デートとか、うん、もうディズニーとか行っちゃう。ユニバとかこういうところに1回行く人ないと思うけど、うん、それくらい濃い一日を過ごしたら、うん、結構思う。それったらいいかも。難しいね。難しいね。でもなんか世間一般的には3回目だね。3回目が、まあ、ベストって言うけど、私みたいに5回とか6回デートしないと嫌だって言う人もいるかもしれない。付き合う前もさ、楽しいじゃん。あやっぱり一番楽しい時期とか言うよね。もうまだお互い好きって言ってなくて、うん、でもその3回目っていうとか3日連続とかだったって絶対嫌なんだけどなんかさ、1週間のうちにさ3回とか4回とかさデートする人とかいるじゃん、うん、多くない？多いね。付き合ってたらいいんだけど、付き合ってなかったら、うん、諦めちゃいそう。うん、付き合ったらもう毎日でもありたい。毎日じゃなくても会いたい。毎日は大丈夫かも。次、
いつも2番手の女になっちゃいます。誰かの一番の本命になるにはどうすればいいですか？2番手って何？彼女の次に好きってこと？うん、やだ、都合いいみたいになっちゃうってことじゃない？この男もやだ、都合いい関係性にいつもなっちゃうよって。相手が悪いね、それは。相手が悪いそういう関係になっちゃう人って多分相当優しいと思うんだよ。私的になんかそうじゃないと自分都合いい人にはならないと思う。優しすぎちゃってじゃあ会いたいって言われたらすぐ会いに行くとか、すぐ飛んできちゃうとか、多分そういうのが原因の一つだと思うから、相手の言いなりに、言いなりっていうか相手がこうしてほしいって思うことを優しすぎるがゆえに全部やっちゃうとか、なんかそれをやらないように少し減らしてったりとかしたら、あれみたいな、駆け引きが大事だね。だから何でも言いなりになるとかそういうのって絶対良くない。ちょっと予定あって無理かもとか断る勇気を少しは持ってみたら、意外とそういう2番目になったりとかすることはない。ちょろい女になっちゃう、ちょろい女になっちゃダメ、絶対に強くいけようね。女の子頑張れ大丈夫、みんなで自信を持っていこう。はい本命になれるよ。なれる。次子供女の子、彼氏に依存しまくって離れたくなくて仕事引き止めたりしていますどうしたらいいですか？泣きかわいいすごくないですか？めっちゃ出来合いだね。それでさ、仕事引き止めてさ、仕事行かないでくれる彼氏もすごい。で、そっちがすごいと思う。そっちがすごい、多分相当まめだし、仕事をどうにかしてくれてるんだと思う。いるじゃん、結構さ、仕事行かないでっていう彼女はいるけどさ、実際に行かない男ってこと思う。うん、あんまりないと思う。めっちゃ大切にすればいい。その彼氏も相当あの好きで依存してると思う。同じように悩んでると思う、仕事行けなくて。この彼氏から質問来てるみたいな、もしかして。彼女に助けすぎて、仕事行けます。どうなんだろう、私はもう絶対に個々の仕事の時間とかプライベートの時間とか絶対作らないと、長い目で見た時に耐えきれなくなっちゃう時が来ると思う、どっちかに。で仕事できなくて、ごめん今日ご飯代払えないって言われるようになっちゃうかもしれないから、仕事は行ってもらおう、これからの2人の未来のためにそうだね、仕事を任せよう彼らの2人の未来のためにお仕事行ってもらって頑張ってくださいかわいい。次、裏で遊んでる子とそうでない子の見分け方を知りたいです。これね、あります。え、何ですか、教えてください。これはなんかデートとかしようみたいな、でその時に何時にするみたいな、まあ最初夜とかでスケジュール立ててもいいんだけど、その時にお前やっぱ夜無理になっちゃったからランチにしないっていう質問をした時に、昼でも遊んでくれる。あー、なるほどね。遊んでるっていうか、なんか都合いい関係だったとしたら、多分もう夜じゃないと多分 NG なんです、うん、気がする。仕事終わりとかね、なんかわざわざ昼に会って、うん、昼間のデートをするってってなる人の方がなんか多そうだし、確かに酒が入ってとか、やっぱそういう場に持ってきやすい暗い雰囲気の夜とかをやっぱ選びがちだと思うから、ランチにしようって言った時にいいよって、うん、確かに。もう好きな人だったら一番最初お昼がいいの。お昼がいいの、うん、なんでお酒とか入ったらさ人変わっちゃうじゃん。確かにね、なんでもなんかなっちゃう、楽しくなっちゃったりして、まずは何も足りない力を借りずに、お昼とかに映画館デートとか、うん、そういうなんか一番その自分を見てもらえる、ね、時間帯で、お互いがね見れる時間帯で、ね、デートできるかできないかで、ね、まあ、結構変わってくるんじゃないかな。なるほど、これだ答え。遊んでる子だったらわざわざ昼間にデートしたいってあんま思わないと思うし、めんどくさいと本命には ならないと思う、うん、思います。次、付き合ってた人と別れた場合、今まで通り普通に接することできますか？これはね、もう満場一致でね、無理ですよ。一回でもさ、好きになったことある人はさ、好きだった頃がやっぱあるわけよ。無理だよ。無理です。同じようにはもう戻れない。戻れない。どう考えても。どんなに別れ方が良くても悪くても、元の関係性の友達に戻ることは、本当に好きだったらまずないと思う。いや無理だな。いや無理であってほしくないだろ、うん、ないね、無理でもいるよね、全然友達に戻れるみたいな。
いるけど、でも本当に別れ方にも緩くない、うん、でも円満に別れたとしても全く同じ頃には戻れない。友達には戻れるかもしれない、うんうんうん、けど全くその付き合う前には戻れない、うん、今まで通り普通に接することはもう無理、うん、本当になんか例えばじゃあ別れ方が浮気されましただったらマジでもう本当にそう私の人生にもうそんな一切関わってこないってやないっていうじゃあお互い徐々に冷めてたみたいな、うん、でもう好きっていう恋愛感情がスンってフェードアウトしてってけど別に一緒にいることは苦じゃないみたいな、うん、だったらいけるじゃん。わかんない、なんか喋ることはできる、もうぎこちなくなるよ絶対に。あいやいやいや、もうまるまるくん久しぶり。別れ方によるかも、これは絶対無理ではないけど待って、ドンキーコングにチューされたバークッパーこれなんなの今の、びっくりしちゃった今いい食持ってったよ大学の授業に気になる女の子がいるんですが、いきなりインスタ聞いたら嫌われちゃいますか。聞いてください、聞いてください、インスタ聞くだけでね好きって思ったらもうねそれはねおかしいからまずはさインスタだよね、うん、だからインスタだとさなんか重いかも、狙われてる感強いかも、辛いかも、なんかいいわかんない、インスタの方がなんか自然に、うん、あいいよってなれるかも、うん、なんか LINE とか普通に学部一緒だったらグループとかで来そうですよね、だから後から追加とかみたいな、インスタの DM とかでちょっとやり取りしてそこからまあ LINE に持ってったりとかしたら、うん、なんか自然かも、インスタは全然嫌われない嫌われないから聞いてあげて、うん、多いよね今インスタ聞く人、うん、みんなさなんかインスタ教えてって入るんだって、私たちの時も Twitter 交換しようだった、Twitter 入った、 Twitter やったけど全然みんなやってなかった普通に LINE しかしない、もうインスタめっちゃみんなにやってって言われて、みんなはインスタだった、だからインスタ入れたけどもうほぼ Twitter にいたから、私も Twitter だったけどみんなインスタやった、インスタ入れた、うん、ななかチャンネル、うーん、何がいいかな、いつもあざとい女の子に引っかかります、どうしたらいいですか、引っかかっちまえ引っかかっちまえ本気で悩んでるのこの子を、でまだついてるよまだついてるからちょっとあの引っかかりたい、引っかかりたいよけど、ちょっと真剣に、あざとい何が悪いの、アドネって何が悪いの、好きな子と初めて行こうと思ってるのですが、どこに、好きな子と初めてお出かけかな、でも個室はやめた方がいいと思う、カラオケとか、うん、それはないね、やっぱ付き合ってないんだよ、うん、まだ好きな子、好きな子、好きな子、好きな子って何、付き合ってる子、付き合ってないでいいですよ、付き合ってなかったら一番最初にカラオケとか行くと嫌だ、ダメ、うん、でも私英語デートも全然話せないから、別に初めてのデートとかなんかデートであんまりしたいと思わないんだよ、当日の映画は、いや、まあ、これ見たいから一緒に行こうみたいな、うんうんうん、その後のご飯とかで話すのかな、一緒だったらいいんだけど、映画だけを目的に行くのは本当に全然行きたいと思う、それはもう一人でも行くそれだったら友達と行こうってなるから、さっきさ、あ、これじゃない、友達と同じ人を好きになったらどうする？それはさ、譲れなくない？譲らないね。譲らないよね。まあ、めっちゃ親友だったら、まず私の場合は被ることはないんだけど、いや、被ったら普通に譲らないかも。普通に譲らない。もう、これはしょうがないよ。我慢しちゃダメだと思う。てかさ、それでさ、その好きな人と友達が付き合った場合、我慢できるのかなって、うんうんうん、何もしなくてだよ、うん、なんか負けたなら、あ、私はもう選ばれなかったって乗り切って次に進もうって思えるけど、次に進むこともできない気がする、うん、燃焼できず、あの時ああしてればみたいな、あの子はお出かけしてたけど私はお出かけさせなかったなみたいな、これはもう譲っちゃダメです、譲らない、どちらも譲らず全力で全力恋をしましょう、先生どうぞ勝負バーサルしましょう、バーサルしましょう、なんかやりたい質問ある、耳が痛い、
な。でもさ、デートするときにさ、向かい合うより隣り合わせの方がいいって言ったら本当だと思うんだよね。うん、うん、絶対隣がいい。隣がいいよね。うん、友達といるときもさ、向かい合わせよりこうやって隣に行くのがさ、うん、いいよね。うん、誰でもそう。絶対隣に、あの隣り合わせのおしゃれな居酒屋とかが、カウンターとか初めてデートするなら、うん、慣れてるんだよ。距離してもらえ、うん、しかもさ、ここでさ、顔見えるさ、うん、普通ださ、うん、ドキドキしない？何も、うん、これ、あの高校生の時の理科の先生が言ってた。え、本当に高校生の理科の先生が、この時の、ね、理科の先生が美写面談で、二者面談で、本当に二者面談で、なんか隣に座って廊下でこうやってやって二者面談してるの。その方がちゃんと相手が心を開いてくれるっていう、もうなんか分析なんかも結果みたいなの出てて、向かい合わせじゃなくてもこうやって廊下で最近のですかみたいな。でも受験の時はそうだった。受験の二者面談全員ここだった。そういう効果があったの、あるらしいよ。すごいね。なるほどね。でも本当にそうだと思う。素直がいいよ。デートのおすすめ。おめでとう。ポイントです。すごい質問で多かったのが、推を好きになっちゃいましたとか、うん、クラブとかガールズバーとかの推を好きになっちゃいましたみたいなが、もう多かった。今回。この場合どうしたらいいですかみたいな質問があったんですけど、私的にはもう推しが好きな人だから好きな人なんですよ。推しが好きな人だから好きな人なの。だから推しと彼女って分けないで、もうそれが好きな人。ああ、うん、多分新しく好きな人を探しても、多分好きな人がいるのに好きな人を探しても見つからないから、その推しにもう好きじゃなくなるまで好きで居続けた方がいいと思う。だから恋愛してください、推しにって思った。すごいこの質問多くて、答えるか迷ったんだけど、ゆりくんも好きな人がいるけど、だって普通に日常でも好きな人って全然できないじゃん、でもその好きな人を超える好きな人を見つけるって多分無理だと思うんだよね。でも好きな人を超える好きな人は見つけられないから、もう別にそこに全力投球をしてることは肯定していいと思う。それでもうこの自分が嫌だってなったらやめるだろうし、普通の日常生活で好きな人が好きすぎて壊れちゃう人っていっぱいいるわけで、推しとかじゃなくて、それがただ推しだっただけで、普通のプライベートでも絶対いると思うので、好きな人が好きすぎて、そういうもんじゃ。恋愛って相手が誰とか関係ないんですよ。辛いよね。申し訳ない。リアル。何でやりますね、リアルなところ。ナナカチャンネル。長続きする秘訣だって。おお、付き合う上でってね、マジで秘密言葉しないと。私は秘密事はあっていいと思う。だってそれで幸せになれない秘密事だってあるの。最後まで墓場に持ってってください。物によるけどね、そういうなんか浮気とかじゃなくて、女の子のいる飲み会に行ったとしても別にいいよって思う。隠せとはするなら、別に2人だったらもう本当にちょっとマジでもうやめてって思うけど、なんかもう言えないようなことをしてたりしたらもう嫌だもん。話す時ってでも家族になるレベルですさ、だからある程度の妥協みたいなものって多分絶対必要だと思うんだよね。この人はなんでこれができないんだろうとか、なんでこう帰ってきて洗い物してくれてないの、部屋きっとなめっちゃあると思うんだけど、それを許せる気持ちを持ち得る、許し合える心、話し合いができるかできないかの気がする。それって話し合う時間を設けることにもう飽きたら長続きはしないし、どこまでちゃんと相手に寄り添って話し合う時間を作れるか。めっちゃ話し合いするって相手喧嘩してる人たち、でもそれでぶつかることって多分絶対必要だと思う。ぶつかることもできなかったら分かるよっていうワードしか出せないと思う。直して直してこうやってここが嫌だったって言い合える関係ってめっちゃいいことだと思う。話し合う時間を設けるか設けられないか。だそうです。だそうですってか、私的に長続きするための努力の一つでした。長続きって難
しいよね、うん、本当に。いやもう相性だと思う。いや本当にそう、マジで。もうなんか結局性格の相性だよね。めっちゃ我慢できたりしても、うんうん、その人が部屋汚かったら我慢をする必要ないし、部屋汚いのが嫌だっていう女の子がいて、でもやっぱり我慢したり話し合って時々綺麗にするんだけど、また汚くしちゃう彼氏だったら、もともと綺麗好きの彼氏だったら、あ、そうね、その子は別に我慢もするっていうから、いいしね、絶対相性だと思う。確かにそれはもう本当にそうだわ、うん、それでも、まあ、その人が好きで付き合いたいだったら、うん、話し合っちゃう。こんな人いないけどね、やっぱどこかでこう、うん、何かがさダメだなってポイントと重なっちゃうよね、うん、人間は。いや、それはどれだけ許せるか、そう、全部許してほしい頑張るからさってめっちゃなーのこと愛して、もう溺愛して、もう命よりもなーって思える人だったら、本当にななーが何してももう大丈夫、なーが隣にいればいいみたいないると思う。たぶん言ってるんでしょ、絶対に。これ見てる人の中で絶対いる。こっちはもういる。そういう人で会ってほしいね。やっぱ女の子がわがまま言うくらいでしょ、ね、うん、でもこれは本当にそうだと思う。女の子がペコペコしてたら絶対続かない、うん、絶対続かない。絶対よ、それはそう。結構やったんじゃない、うん、もうね、ちょっと切れなくて、もう厳選もしきれなかったんですけど、深い悩みが多かったから、うん、一言で返せない悩みを、うん、これですっていう答えがね、やっぱ恋愛はないから難しいんですけど、一緒にこれからも幸せな人生を歩んでいくために行きましょう。大丈夫、幸せになれるよ。てか何かあったら、まあ桃奈々が幸せにしてあげるから。そうだよ。大丈夫です。ということで、見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバイ。バイバイ。幸せにしろしてくれ。王子様どこ出てこー。